おはようございます。六助です。なんかね、仕事が忙しくてなかなか更新が、ちょっと滞りがちで、申し訳ないんですが、今回はね、フリーライセンス型の無線と、アマチュア無線、まあ、無線機その他いっぱいありますけれども、主にこの2つ、多分こう、まあ時代のムーブメントですよね。免許のいらない無線というのが今非常に流行ってますけれども、アマチュア無線との決定的な違いって、何って部分で、もちろん、ライセンスがいる無線の一つである、まあ、業務、まあね、ライセンスがいる無線機っていろいろあるんですけど、お仕事で使う、ね、無線機とかいろいろあるんですけれども、遊びで使う無線機というとアマチュア無線機、ライセンスが必要なので、ライセンスがいるものといらないもの、何が違うんだろうってね、いろいろ考えてみた結果、いろいろね、仕様とか見てみると、やっぱりこう、ライセンスがいらない無線機って、どうでしょうね、デジタル簡易無線なんかでも、アンテナ、使えるアンテナがやはり決められていたりとか、特定省電力無線なんかはもうすでに、アンテナが取り外せない、ね、CB なんかはロッドアンテナが長いのついてますけど、あれも基本的に取り外せないですよね。あとは基本的に中は開かないようになってると思います。で、本当はだから、CB 無線なんかも、よく言われてるエンゼルマークってね、金のエンゼルマークとかって言う人もいますけれども、あれは破っちゃいけないんですよね。本当は中開けて修理しちゃいけないんですけど、本当はね、いけないんですけれども、だから、まあ電源なんかももっと簡単にできてると思う、できてますよね。いちいち考えずに済むように、充電したりとか。それに対してアマチュア無線はよく言うように、電源からしてどうつなげばいいんだよってね。アンテナはこれがつながるらしいけれども、どれが適合するの、周波数はとかね、もうさっぱりわけわかんないと思います。で、ね、ケーブルもどれ選べばいいんだよってね、50オームのケーブルが使えるらしいけど、このサイズ売ってないんだけどってね、 OM さんに聞くと、作ればって、作るのケーブルをってね、まあ最近はね、出来合いのケーブルなんかも多いですけれども、ね、僕もなんか動画ではなるべく簡単にね、トラブルを防ぐために出来合いのケーブルと適当なアンテナ買っちゃえばみたいな話をしておりますが、基本的にやはり電源の手配、だから電源装置も作ったりね、まあ、バッテリーであったり、アンテナなんかも自作であったりとか、まあだからそうするにはね、オールだ、まあ本当に大昔の方は、本体から作りましたからね、受信機と送信機別々に、そんなんで、だから、いわゆる PL 法とか製造物責任とかっていうのとはもうおよそ縁遠い世界なんですよ。こういうのはある程度だから、その製造物責任とかね、ちょっとこれ壊れてるんだけど、なんかとんでもないことになったんだけど、どないしてくれるんだみたいな感じで、メーカーにクレームを言うことはできるんですけれども、アマチュア無線機は無線機の基本性能そのものについて、ある程度クレームを言うことをね、修理することはできますけれども、システム全体としてね、言うことはできません。アンテナが付属してるわけでもないし、自由に付け替えができるわけだし、このケーブルをミスったとかアンテナをミスったことに対して無線機を壊した場合は自己責任です、ね、自己責任、ね、事故は自己責任、ね、事故は自己責任というのがアマチュア無線。その代わり、およそだから、3ガマでも50ワットとかね、2ヤマ以上だと、100ワット、200ワット、さらに検査を受ければ200ワット超とね、日本では実質上1キロワットまでとも言われてますけれども、まあそういった、でかい出力が認可されるにあたって、ライセンスクラスと、まあ結構最近はリグの認証とかね、うるさくなりましたけれども、それでもね、ある程度登録すれば使えるようになりましたから、だからこのね、ライセン、まあフリーライセンス系の無線機と、アマチュア、そもそも出力がね、もう相当違うと思いますね。一番でかい、そうですね、特定省電力無線でも5ワットとかでしょ、
大体そのあたり、まあ、アマチュア機でもハンディ機が 5W とかですよね。そのあたりがね、バッテリーで動いてあまり周りに影響を与えない限界だと思います。 20W とかになってくるとかぶり、またどっかでやろうかと思うんですけれども、 20W であってもこう電波を、ね、出すと近くにある局の感度が低下してしまうとかね、かぶってきて、とか、まあ、あとは最近怖いのは UHF の、ブースター、 VHF とかそっちの低い方の周波数にテレビの電波障害を与えることは少なくなったけれども、僕も実際体験したことあるんですけれども、なんか、キャリア握るとなんかPTT 握ってキャリア出すとなんか430の電波がこう、テレビのブースターに回り込んで真っ暗にブラックアウトするんですよね。おっかないと思いましたけど、結局それはね、テレビのブースターってシールドが甘いんで、結局そのシールドを強化して、金属の筐体に入れたりアルミホイルを巻いたりすることで解決したりもしたんですけれども、およそね、だからその、4アマに認可されている20ワットであってさえも、やはりいろいろ周りに障害とか迷惑を与える可能性がある。まあ、5W だから与えないかっていうと、もうそうではないんですけれども、本当は。でも、まあ、極めてそういうことが起こる可能性が低くなってくる。ね。そんなんで、まあ、4アマであっても、一応 VU で 20W から免許されてるっていう部分で、やはりこの、一通り電気のこととか、どういうことが起こるってことは学んでくださいということになっている。はい。そんなんで、大きな違い、買ってそのままで使える、ある程度メーカーが責任を持ってくれるって部分と、全てが事故は自己責任っていうのがね、アマチュア無線と免許のいらない無線の違いなのではないのかななんて思います。それでは楽しいハムライフを。 JJ0TRJ 六助でした。またお会いしましょう。さようなら。